エクスペリア10マーク5の基本操作をご説明いたします。電源キーは本体右側面下のボタンです。画面の点灯や消灯を行うことができます。長押しで Google アシスタントを呼び出します。2回押すことで au Pay またはカメラを起動します。指紋センサーも搭載されています。指紋認証でロックを解除可能です。電源キーと音量キーの上、同時押しで電源メニューを呼び出します。電源オフや再起動などができます。音量キーは本体右側面の上部の一体化したボタンです。音量の調整やマナーモードの設定、解除ができます。続いてキーアイコンについて説明します。戻るキーは一つ前の画面を表示します。ホームキーはホーム画面を表示します。長押しで Google アシスタントが起動できます。最近使用したアプリキーを押すと最近使用したアプリを一覧表示、スクリーンショット撮影、ポップアップウィンドウやマルチウィンドウを利用できます。アプリ履歴を削除したい場合は上にスライドすることでアプリを終了できます。履歴をすべて削除したい場合はすべてクリアをタップします。ディスプレイのサイドをダブルタップするとサイドセンスを表示することができます。ポップアップウィンドウやマルチウィンドウを利用できます。ポップアップウィンドウはメイン画面の上に重ねて別のアプリを表示、操作できる機能です。マルチウィンドウは2つのアプリを同時に表示して操作できる機能です。エクスペリア10マーク5をぜひお楽しみください。